皆さんこんにちは、ダイスです。今回はルイージマンション3やっていきましょう。テラータワーの16階から行ってみたいと思います。16階お金回収6000。あ、同じとこからだ。じゃあ行ってきます。あ、隣虫部屋。時間もあった、よかった。ここか。ほい。これで借りるんじゃないかな。まだ足りない？惜しいね、もうちょっとだ。なんか絵画とかないかな。鍵だね、鍵。でもなんか外で終わる？もしかして。あ、終わった。よかった、いっぱい出てきた。ありがとうございます。お、18階、キノピオ。よっちゃん、行ってこよう。上から上がってみます。いないね。スルー。いないね。じゃあまたスルー。いた。マジで遠くにいすぎない？これは全部倒さなきゃいけないパターンになってるんだね。理解した。久々にこんなに一番奥にいるな。よっしゃ、一緒に行こう。次の部屋も大変だよ。一匹だったかな、通ってきた時。1だね。次も大変だよ。せーのってできるかな。6ぐらいいたんだね。はい、これで最後じゃないかな。よし、行くぞ、キノピオ。こっちだ。ここ、ここ。あ、1匹連れてきてくれてる。じゃあこれで2。あ、3だ。ありがとうございます。ちょっと探ってみよう。多分まだ怪しいところがあるんだよね。上からね。じゃあ私脇から行きます。いた。どこだ？危険。よし、ありがとう。これでじゃあ終わりですね。早いな今回。みんなで連れてったら大丈夫。はい、最後の緑。ありがとう、クリア。19階おボケ37。いや、すっごい下にいる私。え、1枚しか出てこなかったよ、今。すごくない？そんな感じ？ここからでいいかな。うわ、鍵か。しかも何にもいないよ。怪しすぎるんですよ、この流れ。しかも、ネズミめちゃくちゃいる。うわ、これあれだ。同じところにいっぱいいるパターンじゃない？あ、いる。はい。いる部屋には2匹ぐらいずついるのかな？うわ。鍵を出したいんだけど、鍵がどこなんだろうね。まあ、ここにもいない。この奥ちょっと怪しいので見てから行きますね。いや、怪しいと思ったらいた。なんかこれでね、30匹一緒のところにいるとか、そういう。え、まだいいの？ないよ。開けるね。うわ、ほら、めっちゃいる。思ったんだ。めちゃくちゃいるんだろうなって思ったんだ。ちょっと待って、転ばされたんですけど、久しぶりに。やばいですね。はい、ここに多分ここにいるんだよね。これ出てくるし、これででも片付けられるんじゃないかな。うわ、めっちゃ出てくる。こうやってくれてる、ありがとう。あとどこだ？20とかいる？もしかしてここだけで。めっちゃいるじゃん、やっぱり。後から出てきてる。多いもんね。まだか。なんかさ、ガタガタ言い過ぎじゃない？そこ壊れてんだけど。これ壊れてんのあるんだけど、ほらこれ壊れてるよね。ガッチャカ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 言ってんだけど、これ何事これ。ありがとうございます。はい、20回まで来ました。全部ね、最初からね、2人すごいね。2人で上がってきたの初めてだよ。ありがとうございます。よろしくね。頑張るわ。倒れないように頑張るわ。よし。これなんか難しくなったからちょっと難しいんだよね。あの弓矢が出てくるところが難しいから苦手です。よし。じゃん。大丈夫大丈夫。じゃーん。よし。あ、でかいの取ってくれるはず。当たってそう。ほい。ほい。あ。39になってしまった。3匹いけんのか。あ、いけないか。ダメだった。2だった。あ、出しますね。はい。あ、行かなかったけどできるね。あれ？ねえ、私なんかさ進めないんだけど、ほら。これなんで？で？電撃？いや弓かー。なんかね、1本ぐらいだけはね当たるんだけどね、それ以外はね意外にできるようになったんだけど当たりますね。なんかね周りをね走ったりするのがね良さそう。やっぱりちっちゃいのやるね。よし、結構組ませたよ。3つやったからもう大丈夫なんじゃないかな。今飛ばした。わあ、ダメだ。あ、3匹だ。ありがとう。2。ギリギリだった。多分ね、うまくいけたら3個ぐらいいけるんですよ。やってくれてるから私こっちだな。よし、いけてる。ありがとう。素晴らしい。ありがとうございました。よかった。はい、戻ってきました。すごかった今回。多分ね増えてはいないと思うんですけど、結構捕まえられたんじゃないかと思うので確認します。通常お化けでダンスフロアのが13になりました。かなり増えましたね。最初に見に来た時相当少なかったんで、これは嬉しい。でユニークお化け今回これめっちゃ怖いっていうことが分かりましたはい、ということでこの動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた See you!